ジミー・ブリアンは、フランス・バルド・マルヌ県、ビトー・シュルセーヌ出身のサッカー選手。リーグアン f c ジロンダン・ボルドを所属。ポジションはフォワード。クレール・フォンテーヌ国立研究所に1年間在籍後、2001年にスタット・レンヌのユースチームに加入。2003年にはクープ・ガンバル・デッラで優勝を果たす。2002年には17歳にして、プロとして、ピッチに立ち。 パリ・サンジェルマン FC 戦で25分間プレーした。デビューの年にはカリム・ベンゼマ、ディミトリ・ペエラと共に新人賞候補に名を連ねた。飛躍のきっかけとなったのは2005から2006シーズンで29試合に出場して3ゴールを挙げた。翌シーズンにはチームを UEFA カップ出場権を獲得できるリーグ4位にまで導いた。その後もコンスタントに ゴールを決め続け、レンヌの主力として活躍した。2010から2011シーズンから、オリンピックリヨンへと移籍をしている。2014年8月22日、ハノーファー96に加入した。リーグ29試合に出場するなどレギュラーとしてプレーしたが、家庭の事情により1シーズンでドイツを離れた。2015年8月3日、 EA ギャンガンと2年契約を結び母国に復帰した。2018年8月10日、FC ジロンダン・ボルドーに移籍。フランス代表としては、U-16 代表から各世代で選出され、UEFAU-17 欧州選手権2002で準優勝、2005年から2006年まで、U-21 代表として UEFAU-21 欧州選手権でベスト4進出など、 22試合9ゴールの実績を残している。2007年にはフランス B 代表チームにも選出され2試合に出場した。2008年10月11日南アフリカ W 杯予選の対ルーマニア戦で初キャップを記録している。南アフリカ W 杯に向けた予備登録メンバー30名に選出されるも24名に絞った合宿メンバーからは漏れた。 ありがとうございます。